こんにちは。バイデン大統領訪日で、秋篠宮家潰しの動きが加速。宮内庁は愛子天皇実現へ向け極秘プロジェクトを計画、ここからは引用を含みます。秋篠宮家潰しへ舵を切る宮内庁。現在、長女眞子さんの結婚生活の問題や、長男久人様の地区不ずる入学、作文コンクールでの盗作問題といった様々な問題により、 多くの国民から批判を浴びている秋篠宮家。こうした状況の中、当チャンネルでも、以前、宮内庁による秋篠宮家潰しの動きが見られるとお伝えしてきましたが、今月5月22日から24日に予定されているバイデン大統領の訪日を契機として、今後、この秋篠宮家潰しの動きが本格化していくこととなりそうです。宮内庁による秋篠宮家潰しの動きに関して、最初に詳しく報じたのは、 月刊玉柄2022年2月号での皇室や宮内庁の内部事情についても詳しい朝点男子と、新党の研究家である中谷新一氏の対談記事でした。こちらの記事の中で、朝点男子は、すでに、宮内庁にとってのりこ様の応募が手に負えない状況になりつつある、として次のように語っています。蝶、小室さんについて正直に言うと、宮内庁にとってはどうでもいい存在なんです。 逆に道具として使えるって感覚の方が強いようです。今起きている宮内庁の思惑というのが、秋篠宮家を潰したいということなんですよ。中屋、なぜ潰したいんですか超、単純な言い方をすると、秋篠宮家が皇室としてそぐわないと。要は、品位を落としているということです。中屋、秋篠宮家全体が超、殿下もそうなんですが、 手に負えないのはのりこさまです。中や、世間の見方からすると、のりこさまっていつもニコニコされていて、品のいい方だなって思っている方が大半だと思いますけど。ちょう、ところが、裏になるとかなりひどいと言いますか、あまり言うと侮辱的な話だと思われてしまうかもしれませんが、のりこさまは皇室の一員として犯してはいけないタブーを結構犯しているんですよね。例えば、洋服に関しては、 女性皇族の間で優劣をつけないという意味で、皇室行事の時には基本的に同じデザインの服を全員が着るという決まりがあるらしいんだ。そして個性の差は色で表現することになっていて、最初に上皇后様、続いて皇后様、そして秋篠宮家、それに続いて女性皇族という順で何色になるかを決めます。この時、絶対に先の方が大きめになられた色と被らせてはいけないことになっています。 しかし、のりこさまはわざとまさこさまに被せたりすると言われています。愛子天皇実現への動き。このように、宮内庁が秋篠宮家を見放しつつある中、月刊テミス2022年5月号は、宮内庁が愛子さまを将来の天皇とすべく、様々な具体的な動きが見られることを報じています。皇室関係者が指摘する。今後、 政子様と同年代の外務官僚が中心となり、皇室外交の本格化に向け、政府、外務省、区内庁の政子様シフトがより一層進むはずだ。外務省としても、積極的に政子様をサポートし、皇室外交を日本の外交戦略に組み込むことで、時の政権の外交主導権を握りたい思惑がある。さらに、小和田人脈最大の使命は、愛子様の外国訪問で、 演出作戦を展開し、愛子天皇待望論をさらに高めることだ。海外経験が豊富で、語学堪能な雅子さまは、皇后陛下となられた後に、トランプ大統領をはじめとした海外の要人らとの会談をこなされる中で、国内外の多くのメディアから称賛され、人気と信頼を高めることとなりました。宮内庁や外務省は、雅子さまと同じく、語学堪能である愛子さまに関して、 積極的に皇室外交を行う中で、国民からの信頼を今以上に高めていくことができると考えているようです。英語も堪能な愛子様が海外訪問すれば、国民の賞賛が集まるのは間違いないが、ある外務省関係者は、次のように演出作戦の内幕を語る。愛子天皇実現のために最も効果的な訪問先は、王室を持つ欧州諸国だ。 ベルギー王室やオランダ王室など、多くが多い継承順位を男女関係なく、長子優先の国もあるが、男系男子に限った国はない。これらの国を訪問すれば、当外国の王室制度と比較する形で、なぜ日本の皇室は愛子様が天皇に即位できないのか、というメッセージが強まる中略。前室の外務省関係者が続ける。当初、訪問先は、 天皇家が東宮時代の2006年に御西洋されたオランダが最適と考えていたが、他国にも予想以上に王位継承権を持つ王女が多く、驚いた。そこで浮上したのが、愛子さまの欧州歴訪だ。コロナ禍で皇族が外国を訪問できなかったとして、昭和天皇が皇太子時代に行われたように、欧州を一気に歴訪すればよい。そこで愛子さまが王位継承者の王女たちと交流し、 世界平和を発信するインパクトは大きい。国際社会を巻き込んで、愛子天皇に向けた動きが加速するはずだ。バイデン大統領来日がターニングポイントか。現在、政府、宮内庁、外務省が一体となって画策しているという皇室外交を中心に据えた、愛子様プロデュース計画ですが、今月のバイデン大統領の訪日は、こうした壮大な計画の資金石となるかもしれません。 というのも、女性自身2022年5月24日後の記事によると、雅子さまは、バイデン大統領の訪日の際に、愛子さまと共に出迎えをされる予定だというのですね。雅子さまはまだ、バイデン氏と面会されたことはなく、大統領の次の来日がいつになるのか、なかなか見通せない状況だ。面会に同席しなくても、出迎えの時には雅子さまも陛下と一緒に、 大統領と言葉を交わされることでしょう。さらに、雅子さまはその場に、愛子さまも連れて行きたいとお考えのようです。雅子さまは、愛子さまに、米国との橋渡し役を担ってほしいと期待されているからです。宮内庁関係者。こうした愛子さまの皇室外交に関して、ある宮内庁関係者は次のように語ってくれました。現在、政府や、宮内庁、外務省が一体となって、 愛子天皇実現を推進しているのですが、この背景には、愛子様人気を政治的に活用したいという政府と、秋篠宮家を皇室の中心から排除したいという宮内庁の思惑があるようです。の子様の応募は、週刊誌などでも繰り返し報じられていますが、宮内庁の職員らにとって、秋篠宮家への行為の異常は、皇室にとっての暗黒時代の始まりと捉えているようで、 何としても避けたいというのが正直な本音のようですね。宮内庁関係者。皆さんは、このように愛子天皇実現を推進する政府や宮内庁の動きに関して、どう思いますかでは、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。秋夫婦の赤ひげ対象表彰式のニュースでまたあの情けない写真が出ていましたが、気分が悪くなりました。 朝からフジテレビにジャーナリストの絵盛が出ていて具合が悪くなりました。そんなことより皇后陛下のご養産のニュースが見たいです。マスコミは今絵盛刑事を出しておけば、堂々と刑刑や馬のことが取り上げられるからこの際に、と考えているのかもしれませんが、皇族の前に一人の人間と考えている時点で秋に用はありません。皇族やめてください。配給でお願いします。誰も止めません。 国民の心に平安が戻ります。美智子様、愛子は家族ではない、の同国皇族としての資質にもご懸念、ここからは引用を含みます。久仁さま四歳に。九月六日、秋篠宮家の長男久仁さまが十四歳のお誕生日を迎えられた。宮内庁によれば、久仁さまは今年度、新型コロナウイルスの影響で六月上旬まで登校できない日々をお過ごしだったが、 オンラインによる授業や学校からの課題に熱心に取り組まれていたという。また夏休み期間中には、秋篠宮ご夫妻のご公務にも複数回同席された。8月6日には、第44回全国高等学校総合文化祭2020高地総文ウェブ総文総合開会式を、宮廷でオンライン視聴 翌7日には国際日本文化研究センターの磯田道文准教授からスペイン風邪流行下の日本の状況などについてご説明を受けられるなど、感染症による影響にも日々学びを深められているとのことだ。久人様は8月24日から投稿が再開、現在は元気に投稿されているという。愛子天皇を望んでいた上皇陛下。現在皇位継承順2位で、 将来の天皇というお立場である久人様のご成長ぶりは、皇室や国民の大きな関心事である。一方で、女性、女系天皇容人に対しての国民の期待感も依然として高く、天皇陛下の直系長子である愛子様が、次の三世の天皇として即位することを願う声も日増しに高まっている。こういった国民の期待感を、皇族方はどのように受け止めておられるのだろうか。 ある戦闘仮ごところ関係者はこう話す。上皇陛下は、金手より女性、女系天皇容人には積極的賛成というお考えをお持ちでした。秋篠宮殿下がご誕生されて以来四十一年間にわたり皇室には女子の誕生が続き、即筆制度なしで男系男子の皇統を維持するのは困難な局面に差し掛かっていました。愛子様の健やかなるご成長ぶりは上皇陛下にとって心の拠りどころであり、 将来は愛子様が天皇陛下としてご即位されるものと信じていらっしゃいました先頭仮ごところ関係者。2004年末から2005年にかけて、皇室側の内々な要請、つまり上皇陛下のご意向もあって、当時の小泉政権下において、女性天皇、女系天皇、母系天皇の容認、調子優先を軸にした皇室天般改正議論が進められていた。しかし、 2006年2月にの子様に解任の兆候と報じられると、当時官房長官であった安倍晋三総理を中心とした強固な保守層が、ずっと断刑できた伝統をすぐ変えるかどうか、慎重になるのは当然ではないか、とこれを食い止めにかかった。結局この議論は、断刑男子の不足、という根本的な問題を先送りにしたまま、暗証に乗り上げている。しかし、 久人様のご誕生後も上皇陛下のお悩みは深まるばかりでした。2008年12月、当時のハケタ新語宮内庁長官を通じて、口頭問題が解決しないことにより体調を崩されている、とそのお心を滲ませたほどです、当然。愛子様の資質に道子様は疑問。一方、上皇后道子様は上皇陛下とは異なるお考えをお持ちのようだ。ある宮内庁関係者はこう語る。 道子様はかねてより、久人様がおられるのならば、久人様が皇統をつないでいかれるのが最も適切であるとお考えです。またそのお考えとは別に、愛子様の天皇としての資質にも疑問を感じておられるご様子です。宮内庁関係者。この関係者によれば、道子様はかつて、愛子様に対する微妙な感情を会見の場でにじませられたことがあるという。 ことの発端は2016年のこと。当時愛子さまは未成年皇族ながら両陛下のご公務に同行される機会が増えていた。その後、2016年9月から10月にかけて、原因不明の体調不良に見舞われた愛子さまは、一部で公務の重圧による激痩せなどと報じられた。皇族とはいえ多感な時期に起きた私的なご体調不良に対して、面白おかしく書き立てられたことが、 どれほど苦しいことであったかは容易に想像がつく。しかし、美智子さまは、当時の皇太子ご一家との微妙な距離感にお悩みであったこともあり、愛子さまのご体調不良に、皇族としての意識に欠ける、と思われたようです。同年10月のお誕生日記者会見では、この一年、身内の全員がつつがなく過ごせたことは幸いなことでした、とまるで愛子さまのご体調不良を意に返さないという姿勢を強調されました。 これには、マコもヨ子も公務を頑張っています。公務で重圧を感じるようでは、私たちの家族とは言えません、という道子様なりの愛損への激励と、愛子様への家族愛が込められていたものと存じます。道子様は今回、ご公務に熱心にお取り組みになった久人様を高く評価されています。一体愛子様のお出ましはいつなのか、お心待ちにされていることでしょう、当然。 一言の批判でも恨む、道子様の思い昭和天皇のお言葉に過剰反応した過去元自重長が告白。入江日記に異例の言及。昭和天皇の自重長を務めた入江創生、1905-1985が残した日記、通称入江日記は昭和から平成にかけての皇室裏事情を知る上での格好の資料だ。今回取り上げたいのは、入江日記の次の一節である。 昭和38、1963年3月22日、次長から東宮妃が世の書くものについて恨んで依つしやるから当分内定のことについては書かない方が無難と長官が言ったよし。呆れたことである。昭和38年3月23日、東宮妃の言われたこと繰り返し感が減るが誠に不愉快である。 それにさらに仮にさを言われたとしてもそのことが当の世の耳に届くと異不やうなこと昔の側近にはあり得ないことである。昭和三十八年三月二十四日、また東宮妃のことが不愉快に思い出される。東宮妃、道子様、が入江自重を恨んでいるとはよっぽどの書き方だ。一体入江自重は何を書いたのか この日記が付けられた1963年3月までに次の3冊が刊行されている。自重とパイプ、毎日新聞社、1957年5月、中高文庫1979年、開版2005年。城の中、中央公論社、1959年5月、中高文庫1978年、開版2004年、審判2014年。 天皇様の還暦、朝日新聞社、1962年4月、朝日文庫、1989年4月。皇太子殿下元、現上皇、と道子様のご結婚は、昭和34、1959年4月10日のことであるから、道子様に関する記述が確認できるのは、城の中、と、天皇様の還暦、の2冊だ。果たしてそこに描かれている道子様とはどのような像なのか 城の中の道子様。1959年5月に観光された城の中で言及される道子様の記述は結婚を祝う記述にあふれている。応接間に通された。夫妻が現れ、しばらくして道子さんも出てこられた。実に美しい方だと思った。聡明さがそこの方から虹へ出てくるような美しさだった。皇太子様は、あっぱれ、 素晴らしい女性を発見し、そしてそれを獲得しようとしていらっしゃるもんだ、と驚いた。というような道子様の素晴らしさを称賛する美事例句が並んでいる。これは入江の本心であったろう。日記にも、三時前に出て黒木、田畑良君と五反田の正代へ行く。質素な家だし、みんな立派な方である。道子さん。 綺麗でそして立派である入江省聖寺中日記1958年11月25日と大絶賛だ。ミッチーブームの勢いそのままに道子様がスターダムにのし上がる様が文章から伝わってくる。このように入江寺中の著作持つは、いずれも、大恨みいただくような記述ではない。それに該当するような記述が唯一あるとすれば、次の一文くらいのものだ。こういうことがきっかけで、 はからずも陛下から、道子さんについて、伺う機会があった。道子さんが、優れた家系に生まれたことは、優生学上もいいことだとお喜びだった。人間だから、もちろん欠点もあろうけれど、しっかりしていて、そして気立ても優しいようだから、皇室のいい伝統を守りつつ、皇太子をよく助けて、必ず立派にやってくれるものと期待している、というようなことをおっしゃっていた。 優政学という言葉が出てくるのは時代がなせる技だろう。人間だから、もちろん欠点もあろうとは当然至極の言葉であるが、両陛下が道子様の何が欠点であると見抜かれたのであろうか。のり子様、まさこさんより、私こそ皇后にふさわしい行為三奪を希望された過去、ここからは引用を含みます。安倍政権大臣で注目の集まる行為継承議論。 先月8月28日、安倍総理大臣は、記者会見にて、持病の海洋性大腸炎が再発し、国民の負託に、自信を持って依れられる状態で亡くなったとして、総理大臣を辞任する意向を表明した。保守派の政治家として、男系高等の維持に強いこだわりを見せていた安倍首相の辞任は、立候補の例。 の後に本格的に開始されることが予定されている行為継承議論にも大きな影響を及ぼしそうだ。安倍政権は、男系男子のみに行為継承資格が認められる現在の行為継承ルールの維持を目指してきたが、世論調査では大多数の国民が女性天皇容人に賛成している。今年4月に共同通信が発表した世論調査の結果によると、男系男子に限るとした行為継承をめぐり、 女性天皇を認めることに関し賛成、どちらかといえば賛成、のいずれかを選んだのは計85%に上り、母方に一筋がある女系天皇も計79%が賛成の意向を示している。このように、大多数の国民が女性、女系天皇容人に賛成していることから、安倍政権の退陣により、女性、女系天皇容人に向け行為継承問題に関する議論も大きく前進するのではないか。 といった見通しも出ている。女性天皇容認は久人は悠仁様の敗着か。女性、女系天皇容人に賛成する意見がこれほど多数の支持を得ている理由は様々だが、やはりそこには天皇ご一家と秋篠宮家に対する国民からの評価の差によるところも大きいという。眞子さまと小室圭さんのご結婚問題がトラブルに発展して以降、世間からの秋篠宮家に対する風当たりは非常に強くなりました。 一方で、昨年天皇陛下が即位されて以降、陛下や雅子さまは大変な活躍をされ、メディアや国民家も大変な賞賛を受けております。特に、雅子さまの人気は凄まじく、全ての即位関連を見事にやり遂げられ、さらにトランプ大統領夫妻をはじめとして、時に通訳なしで各国の要人らとの会談をこなされるお姿に対し国内外の数多くのメディアが賛辞を送り、また、 雅子様フィーバーとでも呼ぶべき現象を巻き起こしました。こうしたご活躍もあり、令和の時代となって以降は特に、ぜひとも、この立派な天皇皇后両陛下の長女の愛子様を次の天皇にという期待の声が国民の間で高まっていったのです。全国紙社会部記者。とはいえ、現在でも一部の保守派の間では、団系高等の維持にこだわり、将来の秋篠宮家への行為の異常、 そして、悠仁様の好意継承を強く望む声も根強く存在する。保守系の論客としても知られる門田流昇氏は、女性、女系天皇容人を望む意見に対して、次のように厳しく批判している。男系の正当な継承者悠仁親王を拝着にしてまで、女系天皇を実現しようとしている人々に驚かされた。男系によって権威と権力を分離し、 日本を世界最古の国にした先人の知恵を葬りたい人々。言葉を失う。こうした意見に対しては、すでに多くの反論がなされているが、ともあれ、皇室の歴史や伝統に基づいた現在の皇位継承順位の変更など決してあってはならない。というのが男系皇統の維持にこだわりを見せる保守派の主張であるようだ。また、将来、 久人様が天皇に即位することを何よりも大切に考えておられるのりこ様なども、こういった一部の保守派の意見に賛同されているという。平成の時代に後位継承順位を軽視されていたのりこ様。このように、現在では久人様の後位継承を強く望み、後位継承順位を維持することを大切であると考えられているのりこ様だが、かつて平成の時代には、後位継承順位の重要性を軽視されていたようだ。 2015年に発売された雑誌、シーミスの記事には、ノリコ様に関するあるエピソードが紹介されている。周囲から久人様の教育について助言されたとき、ノリコ様は、私はこれから皇后になる人です。皆さんにどうこう言われる筋合いはありません、とピシャリ。皆さん、平民に、とも言われたとも言う。皇室ジャーナリストが語る。私も聞いて驚いた。 権力を持たない天皇、皇后両陛下の地位を丸であるかのごとく扱い、しかも一般の人と分けてご自分を特別視されている。このお言葉は他にこう受け取られる恐れがある。皇太子殿下が天皇になられても、皇后の雅子様には大変かもしれない。その時は摂政宮を設けて秋篠宮についてもらう。要するに皇位継承順位を無視する意図のある発言とも受け取られかねない。 この記事では、さらにのりこさまがまさこさまに対して、私はご病気ではありませんよ、と煽られたというエピソードも紹介されている。かつて、平成の時代には、皇太子殿下に対して退位を要望する学者や評論家まで存在したが、のりこさまとしても、真剣にまさこさまよりご自身の方が皇后にふさわしい、と考えられまさこさまよりも前に皇后陛下となられることを望まれていたのかもしれない。 見方を変えればこれは、好意散脱をのりこ様は格作していたということだ。この頃から、のりこ様の抱かれるまさこ様への対抗心や、ひさひと様の即位を願われるお心には、なみなみならぬものがあったということだろう。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。出自不詳のアホ人とノーパンのりこ。勘違い日。 謝礼と健状品を貧しかった結婚前に比べたくさん受け取り、手を振れば集まった人々、人々ではありませんよキーさん、に旗を振られて私って偉いんだ縦艦担譜と思ってるとエムコが耳元で、あなたが皇后になるのよ。囁いた縦艦担譜ので言ったつもりの北海道縦艦担譜それからずっと気品も教養も内語学もダメ。皇后様にかなうことなど無理だよ。ぼっちゃんも教師に、お前、 などという不届き者だ。もんぺは嫌われる。バラック小屋で日本語すら不自由な。おはようございましたなどと話す。低能は日本人にはいない。あなたのような人のいるところではない。そうそう暑いでした寒いでしたって手紙に書いたんだっけ。キーコなど、皇后は愚か、皇族に財布わしくない。早く、一家で皇族から離脱しなさい。 キコヒによる散脱。ずる人による氷雪。オラが知らなかった言葉ばかりで勉強になったんだっば。今度から暇こいている時は彫刻刀でキュウリに散脱とか氷雪って掘ってみるんだっぱ。皇室がここまで欲望濡れの館だったことに驚きます。平成時代も騙されました。湯水のように税金で贅沢三枚されている平成コンビ。 あのお方のわがまま三枚が、くっきり暴かれて、孫娘のロイヤル贅沢三枚な税金横流しにつながるわけです。ありえない癒着ぶりも、驚きます。法律さえ自分のために変える皇族。このまま誰もが言いなりになって、贅沢三枚させるならば、令和で終了で意義なしです。犯罪も音がなしにして、横領しても当然ですか。はっきり言いますが、 次期天皇家の振る舞いや税金横流しのマネロンは、もはや皇族資格なしです。全く敬える存在ではなく、国民を苦しめる存在です。正義のない皇室はいらない。